ポーチプロ野球チャンネル。はい、どうもです。水井です。どうもです。まあ負けはしましたけど、まあ悲観することもないのかなと前向きに捉えてます。大事な3連戦初戦ですが、まあ今回はなんとか勝ち越したいところですけども、甲子園開場100周年のね、もう甲子園はお祭りムードですよ。その中で、まあ佐伯投手を、防御率 1.20 の佐伯投手をなんとか攻略しようと、初回から阿部監督の策略じゃないか、わかんないですけど、見えたのでね、それもしっかりと狙い通りになってはいたので、まあ次です、次。まあ初回、丸選手がね、ヒットで出た後、直樹選手、7球連続ファール。その後11球。まあこの回は26球ですか。で、3回も2アウト1塁。ヘルナンデス選手が10球投げさせて、フォアボール勝ち取りました。まあその回もね、無得点で、ただ、佐伯投手、3回まで61球ですよ。このね、炎天下、気温30度、もうね、日は落ちてても30度をオーバーしてても、甲子園結構ムシムシするんですよ。だから自然と体力が失われてったはず。で、その佐伯投手ね、直後に内野安打で全力疾走したり、ショートライナーで一塁にヘッドスライディングで戻ったりと、もうハッスルハッスルで。まあただね、その気迫が巨人をちょっと上回ってきたかなという気もしたり、まあ見応えありました。こちら伊織投手も、スイスイと3回まで41球ですか。もう同じ同郷のね、ライバル対決。この甲子園開場100周年の年に、このライバル対決がね、見られたっていうのもまたこれはこれで今後の見どころになるんじゃないですか。佐伯投手4回までに75球。阿部監督の狙い通りにはなってるのかなと。ね、で、1、2、3回とゲッツー取ったり、4回はね、岸田捕手が2塁で刺したり、ピッチャーでよしがしっかり守ってました。で、岡田監督もなんとかこの0対0のね、試合を動かそうと、まあ、してくるけど、うまくいかない。ただ、佐伯投手の気迫が、すべてを上回ってくる。まあ、そんな風に見えてました。5回、個人的に恐れていた前川選手、まあ、打たれまして、岡本選手ね、惜しかったですけど、やっぱポジショニングの問題、なのかな。惜しかったですよ。あれは攻められないですね。まあ、この8月1日開場100周年、メモリアルな、この3連戦。まあ、試合前にね、原さん、掛布さんが、まあ、レジェンド打席に立ったりして、お祝いムード。そこで、6回、大山選手がスリーラン、このね、まあ、今は4番じゃないですけど、もう主軸が打たれたので、甲子園はそれはもう、がぜん盛り上がりますよ。ただね、チャンス、7回に、100球超えた佐伯投手、死球とエラーと死球ともう肩で息してるぐらいだったので、阿部監督のね、初回から投げさせるんだという、多分の指令のもと、7回で、ついに来たかと。ノーアウト満塁。1点取って、なおも、西一三塁です。ここで阿部監督の勝負手。2アウト一三塁。直樹選手に代打、坂本勇人。まあ結果として3球三振でしたけども、相手の桐敷投手もね、やっぱり素晴らしい球投げてましたよ。まあこの球場のね、劣勢の雰囲気、空気を変えられるのは、やっぱ坂本選手しかいないだろうという阿部監督の狙い。うん。ただ相手のピッチャーが上回ったというふうに取っていいと思いますよ。まあただ、勝負手で敗れたので、まあこの試合はなんとなくもう阪神なのかなというふうに見て、はい。っていう感じで終わりましたね。ただ阿部監督もただでは負けない。モンテス選手を二塁で試して、坂本選手をサードで使って、モンテス選手と坂本選手の共存。で、直樹選手が万が一何かあった時とか疲れた時にね、モンテス選手をセカンドで使えるのかとかいうのも8月9月を見据えて、試すところ。で、伊藤祐介投手も初登板しました。いい球投げてました。戦力になるでしょう。負けても先を見据えた阿部采配。今日は悲観することはないかなと思います。ただ敵は阪神。やっぱり二強なのかなと。デッドヒート続くでしょう。以上、水井でした。